こんにちは、脱力系マクロビチャンネルのやっちゃんです。今日はですね、今が旬のさつまいもを使って給食の定番きんとんパイを作っていきたいと思います。子供の時にね、皆さん食べたんではないかなって思うんですけれども、きんとんパイ、春巻きの皮でね、簡単に作っていきたいと思います。それでは行ってみよう。材料はさつまいも、そして春巻きの皮ですね。で、さつまいものね、味によってなんですけれども、ちょっと甘みが足りないときは甘酒を足していきます。そしてね、練りごま少し入れていきます。さつまいもはですね、甘みを引き出すためにアルミホイルにくるんでグリルでね、焼いていきます。竹串がスッと通るくらいまで焼いてください。お芋がね、焼けました。すっと竹串が通るようになりましたので、皮を剥いていきましょう。はい、そしたらですね、熱いうちにね、剥いて潰すと上手に潰れますので、どんどん潰していきます。お塩をね、2つまみぐらいかな、入れます。甘くてね、美味しい里芋だったらもう何にも入れなくてもいいんですけども、もしね、甘さがちょっと足りないような時は甘酒なんかを加えて、ちょっと甘さをね、調節してみるといいと思います。今日はね、甘酒もね、少し加えてみたいと思います。あとですね、バターの代わりにね、練りごま、これもね、入れるとコクが出て美味しいです。よく混ぜたら、あんこの方が完成です。はい、お芋をですね、そうですね、40〜50g くらいの、塊に分けました。そして春巻きのね、皮で包んでいきたいと思います。はい、これをね、真ん中に置いて、ちょっとね、四角くした方がね、きんとんパイっぽいですよね。なんでちょっと四角く伸ばして、そしてこんな感じでパタンパタンと畳んでいきます。で、最後はこの水溶き片栗粉ですね、これで最後の部分をシュッと溜めて、はい、これで完成です。はい、そしたら油で揚げていきます。油ね、そんなにたくさんね、入れなくても1センチ弱くらい油を入れて揚げ焼きにしていけば、ね、大丈夫です。中はね、もう火が通ってますので、本当にさっと表面にね、きつね色になればそれで大丈夫です。180度くらいのね、温度の油で揚げていきましょう。いい感じのね、焦げ色になってきています。はい、こんな感じです。 1〜2分でいいと思います。完成しました。こんな感じで爪色にいい感じに揚がっています。ではね、早速食べてみたいと思います。いい音。春巻きの皮がパリパリで、中のね、あんもね、きんとんパイに近い感じにできてると思います。パリパリのサクサクで、中はしっとり、すっごく甘くて美味しいです。よかったらぜひ作ってみてくださいね。じゃあね。最後までご覧いただいてありがとうございました。番組が気に入っていただけたら、チャンネル登録よろしくお願いします。